市民の就労支援をより一層進めようと、8月14日、市役所1階の給食相談窓口就労の広場が利用対象者を拡充してリニューアルオープンしました。就労の広場求職者相談コーナーは、生活に困っている人の就職をサポートし自立につなげようと、松阪市とハローワーク松阪が平成26年4月に開設しました。今年6月、雇用対策に関する連携強化をより一層図るため、市と三重労働局は協定を締結。これを受け、これまで生活困窮者を対象としていた就労の広場について、障害者や子育て世代、高齢者など就労に向けて支援が必要な人を中心に利用対象者を拡充することとなりました。ハローワーク松阪就労の広場拡充移転に伴うこの日は、竹上市長と松阪公共職業安定所の片岡俊明所長が出席し、記念のセレモニーが行われました。竹上市長は、高町のハローワークまで行きづらい人たちを市役所内で受け入れようという新たな市民サービスの一歩、気軽に立ち寄れる場所になるよう努力していきたいと挨拶。また片岡所長は、市役所に来た方がワンストップで利用できる窓口にしていきたいと話しました。1、2、3、就労の広場では、就労支援ナビゲーター2人に職業相談員1人を加えた3人のスタッフが常駐し、就職相談や職業紹介などを行います。また求人情報を検索できる端末も、これまでの1台から3台に増設されています。